てる兄、大丈夫？何が？おじさんのこと。おじさん、すごく強くて優しい人だった。フィデル兄、おじさんにすごく似てきたよね。似てきたなら嬉しいな。今なら本当に尊敬すべき父親だってわかるから。今の言葉、おじさんに聞かせてあげたかったな。きっとすごく喜んでるよ。